1890年頃のリトグラフに描かれた空中、ブランコ空中ブランコは、ロープや金属で上から短い水平の種目を、ブランコのようにぶら下げた装置、およびその装置を用いて行う曲芸を指す。これを用いた空中アクロバットは、サーカスなどでよく行われる。トラピーズ、トラペーズなどとも呼ばれる。空中ブランコは、静止状態で行うもののほか、一点から釣って、 回転させる、揺らす、飛ぶなど様々な種類のパフォーマンスがあり、一人で行うこともあれば、複数人でパフォーマンスすることもできる。大空間を使った華やかな芸である一方、失敗が命取りになる危険な芸であり、サーカスのアクロバットの王座を守り続けている演目だと言われる。トリプルトラピーズ野外にブランコ状の器具を設置して、競技や祭り、遊戯を行う習慣は、 朝鮮半島、インド、タイなどをはじめとして、世界各地に古くから存在する。19世紀半ばに、ヨーロッパで、ブランコが体操のトレーニング用具として使われるようになり、最初は、金属の棒で吊るしたブランコが使われていたが、やがてただの棒でぶら下げるのではなく、砂や、鋼鉄が原料でもロープ状にしたもので吊り下げた、可動域の広いブランコが開発され、これが、 サーカスに導入された。1850年代の初めくらいから、大体は、容姿の点でも、魅力を売り物にできるような女性芸人が行う、バランス芸的な演目として、接した一丁のブランコを用いて行う演目が、演じられるようになった。一人で行う、空中飛行のパフォーマンスは、フランス人の曲限師であったジュール・レオタールが1800年代半ば頃に、 発展させたと考えられており、レオータールはパリのシルクナポレオンにて1859年に初めて現在サーカスなどで見られる形に近い飛び技を駆使した空中ブランコを披露した。レオータールの父は体操教師であり、レオータール本人も屋内体操場で体操を学ぶアスリートでサーカスでもブランコを投げる助手役は父親が務めた。 このショーは、下にマットを敷き、空中に三つぶら下げたブランコ同士の距離を離して、その間を飛び移ることで、本当に空を飛んでいるかのような印象を与える、ものであった。このパフォーマンスは、大きな評判を呼び、ザ・ダーリング・ヤング・マン・オン・ザ・フライング・トラピーズという、レオ・タールにちなんだ歌が作られたほか、レオ・タールが、サーカスに出る際に着用していたコスチュームはその名に、ちなんで、 レオタードと呼ばれるようになった。レオタールのパフォーマンスは大変な評判を呼んだため、すぐに様々な軽業師が空中ブランコを習得するようになった。1869年にはペテルブルクで活躍していた軽業師のリハルト・コンラーツが空中ブランコを売り物として宣伝している。空中ブランコはそれまで世襲が多かったサーカスの現場に、 機械体操出身者が入ってくるきっかけの一つとなったと考えられている。二人のリブランコも1850年代末から行われるようになったが、これはもっぱら強力な軽技の連続からなるものであったという。このようにして19世紀半ばに空中ブランコ源が発展し、やがてマットが安全ネットに変わり、足場二つとブランコ二丁にブランコ乗りがそれぞれ二名いて、 常にブランコを動く状態に保っておくという空中、ブランコ芸の本格的な形式が確立した。半球状の天井からブランコがぶら下がり、どこの客席からも飛行がよく見えて、見栄えのする空中ブランコは、たちまちのうちにサーカスの代表的な演目になった。一度にブランコに乗る、軽業師を増やすという方向性での演目の開発が行われた一方、 技術的な革新も見られた。飛び手がブランコからブランコに飛び移るだけではなく、受け手が複数あるブランコの片方に乗って、飛び手を捕まえる形で様々な芸を披露するという形が発展するようになった。空中飛行を伴う本格的な空中ブランコ芸が初めて日本で大々的に行われたのは1871年に、 フランスから来日したスリエ曲場の公演ではないかと考えられている。種目を使った他のカルワ技は、すでにこれ以前にも日本に存在したが、この一座の公演では、受け手が飛び死を捕まえるタイプの空中飛行が披露されたと推測されている。アクネゲンによると、その後様々なサーカス団が西洋から来日し、日本でもこの影響を受けて1893年に、 奥田弁治郎が工業元を務める西洋狩る技一座が旗揚げして、二丁、種目ひつけ乗りなど西洋式の空中ブランコを見せるようになった。一方、大島美紀夫は日本ではロシア式と呼ばれているブランコから他のブランコへ飛び移る技を初めて日本で披露したのは木下サーカスであったと記述している。1917年頃には木下サーカスは 空中飛行を大きな売り物として披露しており、この技に力を入れていたようである。さらに、PT バーナムのサーカス団の影響を受けた、米国バーナム式空中大飛行術なるものが1923年に、アリいた洋団により披露されている。この頃は日本語でこうした芸を、ブランコと呼ぶことは、あまりなく、種目などの言葉が使用されていたと考えられる。 20世紀以降も他の演目と組み合わせたり、これまでにはあまりなかったような技を考えたりするなど、新しい種類のパフォーマンス開発が行われている。1989年に第2回中国クレバシ国際雑技芸術説で銀次賞を受賞したソ連のエレーナ・ポポワは、鳩を飛ばして操る賞に第1丁ブランコのパフォーマンスを組み合わせ、個性的であるとして高い評価を得た。 2012年にジョー・ニクソムが行った研究によると、フライングトラピーズのクラスに参加した者には、自尊感情の向上、モチベーションの上昇、恐怖などの精神的な障壁を克服する力の向上など、心理的に良い影響があった。中原中也が1934年に観光したヤギの歌に収録されているし、サーカスは空中ブランコが 中心的なモチーフになっている作品として有名である。ここに登場するブランコの芸は頭立ち大一丁のパフォーマンスではないかと言われている。空中ブランコの揺れから生まれたこの描く眠りのようなリズムが特徴的な作品である。1984年にアンジェラ・カーターが刊行した小説夜ごとのサーカスは翼を持つ空中ブランコ芸人の女フェバーズを 主人公とするマジックリアリズム小説である。この作品は BBC により我々の世界を作った小説100選のうちの一冊に選ばれた。2004年に同名の短編小説集に収録された奥田秀夫の小説空中ブランコは空中飛行の飛び主が登場する作品であり、直木賞を受賞して2005年にテレビドラマ化された。本書では 精神科医である主要登場人物のイラブ一郎が患者である空中ブランコ乗りの山下光平に対して空中ブランコってサーカスの花だよねと発言している空中ブランコはスリルとスペクタクル性を醸し出すのに格好の被写体と考えられておりしばしば映像作品に登場する1925年にはエミール・ヤニングスが妻の不倫相手と組んで 空中ブランコの受け手を務めるという観客を戦慄させるのに申し分ない内容のサイレント映画バリエテが作られた。1950年代における典型的サーカス映画である地上最大のショー三つの恋の物語空中ブランコはすべて空中ブランコ芸人を主要登場人物とする物語である。空中ブランコはもともとサーカスで働いていた。 経験のあるバートランカスターが出演しており、その経験を生かして制作された。1987年の映画であるベルリン、天使の歌においては、主人公は天使と女性の空中ブランコパフォーマーであり、あたかもこうしたキャラクターの飛ぶ能力が、東西に分断された街を自由に横切るための必要な条件であるかのように描かれている。 P.T. バーナムの人生を題材とした2017年のミュージカル映画グレーテストショーマンでは、ゼンデイヤが空中ブランコパフォーマーのアン・ウィーラーを演じたが、監督のマイケル・グレーシーが極力スタントを使わない方針だったため、ゼンデイヤはこの役のため空中ブランコを習った。ありがとうございます。